わあみんな、今回はこのお分かりいただけただろうかをやっていきます。心霊写真とかなんか怪しいの見つけたらこれって見つけるやつですね。下の広告、お前何回出てくんだよなあ。ロイヤルマッチって言うんだな、お前のこのゲームの名前。初めて知ったかもしんない。お前次実況してやろうかな。もうここまで来たらもう勝負しよう。この 4.7 って書いてんだけど、これで面白かったら俺の負け、面白くなかったら俺の勝ちな。勝負な。次は挑戦状だこれ。それでは1、ファイル1、トイレの鏡からやっていきましょうが、それではご覧いただこう。見つけたもん、見つけた、これでしょもう。見つけてしまいましたね。なんでマッスルがいるんだ。お分かりいただけただろうか。学校の鏡にははっきりと映る手、しかし鏡の前には誰もいない。お分かりいただけただろうか。なんでお分かりいただけただろうかで挟むの、なんだこれ。もうここにいるよ、ここにいるよ、これなんだこれ。見つかってしまいましたね、あんた毎回それやんの。お分かりいただけただろうか。テレビの後ろから男性の霊がはっきりと覗き込んでるのが伺える。テレビの画面内に強い念を抱いているようだ。お分かりいただけただろうか。いや、もう明らかにこっち見てるけどね。ねえ、続きまして、もう、これもうそうでしょ、これ。これでしょ、もう。どこ見てんだ、こいつ。またお前出てきたな。見つかってしまいましたね。もうこいつはもうどこ見てんの、これ。こっち見ろよ。車の窓に映る人影。この車の所有者とトラブルがあったらしく、劇場として潜んでいるらしい。お分かりいただけただろうか。わかんないわ。もうずっと考えてもわかんない。続きまして、これはどっかに潜んでるパターンなのか、それとも、どっかからか手が出てるのか。これむずくないか。どれだ？どれだろう。みんなもう分かった？おべえ。あれ？やべえ。これ何問目？ 4 問目にして？どれだ？あれ、見かんねえな、これ。むずくね？これ。これか？なんか人差し指と中指で作ったような可愛らしい例ですね、これね。好みの人もういいって。これちょっともう一回だけチャンスくんない？もう一度。優しいホラーゲーム。これだ。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。左奥の女性の肩を抱き寄せるような手が映っている。左手前の女性は手を組んでいるため、あの位置には手を置けない。女に飢えた霊なのだろうか。いいだろそれぐらい。そんなこと言うなよ。後の祭りである。お分かりいただけただろうか。なんだこれ。お分かりいただけただただだってなんだって言っちゃ。続きまして、これじゃない？左下のこれ。いいよ、お前は。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。画面右下に顔が映り込んでいる。見た限りではあまり悪い量には見えない。泉のせいかもしれない。お分かりいただけただろうか。ならいいだろうが。続きまして、いや、一瞬だな。もうそこにいたな、お前。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。画面左上、扉の裏から霊が覗いている。この部屋に住む霊なのだろう。座敷わらしだといいのだが、お分かりいただけただろうか。なんか日本語おかしくね。続きまして、まあ、さっきから一瞬だな。ここだろうが。正解、見つかってしまいましたね。ちょっと噛んだな。もう出てきた、もう出てきた、これ。もうお前、まだどうせ燃やされて死ぬんだろうが、楽しむな。まだわかんない。こっから奇跡的にこの王様が逆転して勝つかもしんない。死んだな。お分かりいただけただろうか。明らかに手すりの内側から逃げられてるのがわかる。この建物ができる前に苦しみながら死んでいった霊が今の
この場所にさまよい続けているのだろう。お分かりいただけただろうか。あんた自身も分かってないだろ、どうせ。こういう建設現場むずいんだよな。これかもうお前はいいわ。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。画面右側のガラスから大量の目玉がこちらを見ている。自爆霊の集合体なのか。かなりおぞましい形に見える。お分かりいただけただろうか。魔王にみたいだね、これね。ここまで来ると、続きまして、あ、これ手でしょ、これ。これだよ、これ。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。男性の腕に手がしっかりと映っている。腕組みしてるように見えるが、よく考えるとおかしい。お分かりいただけただろうか。もうこれに関しては分かったね。うん、お疲れ様。続きまして、また建設現場かよ。これ分かりにくすぎないか。みんなどうですか、パッと見分かる？強人、私は分かりません。最強、やっべ、マジで分かんねん。もう山間でいいですか。お、これで、これ、あー、ダメか。間違えたことはいいですよ。何言ってんの、この人。来るか？出たー！ゾンビに追われながらパズルするっていう意味わかんないゲームですね、これね。もう、これさ、絶対今わざと間違ってるよ。これ納豆みたいなキャラ、何今の左下の。これ、もう今のもわざとでしょ、これ。で、これもな、その納豆みたいなキャラ、なんだ、これ。銃、ごっついな。銃ごっつい上に、すっごいけど、絶対こうやって殺される最後。絶対俺死んだな、ほらな。絶対最後キャラクター死ぬんだけど。どうなったのこれ。どういう状況だよ、これ。どうなってんだよ、これ。狭いところで二人で何やってんの、お前ら。マジでむずいぞ、これ。もしかして、あの、黒いクレーンのこれ見つかってしまいましたね。いや、わかるか、こんなの。米粒だよ、これ。お分かりいただけただろうか。この場所で昔首を吊った人間の魂が今もなもさまよい続けているようだ。お分かりいただけただろうか。めちゃくちゃお分かりにくかったぜす。続いてはこちら。あ、一瞬で分かった。もうこれでしょ。見つかってしまいましたね。お分かりいただけただろうか。ガラスの反射する男性の首元に手が添えられているのがはっきりと見える。霊界へ引きずり込もうとする悪霊である。悪霊であるってもう断言しちゃってるんだけど、何者ですか、あなた。お分かりいただけただろうか。あなたが分からん。続いてはこちら。あ、これですね。マジで一瞬、今までで一番一瞬だった。お分かりいただけただろうか。グレーチングの下から人間の指が伸びている。この下は側溝で排水路へと繋がっており、人が入ることは決してできない場所だ。お分かりいただけただろうか。分かりませんね。でもそこでなんか工事中に埋まっちゃったんじゃないの。だとしたら大事故だな。続いてもこちら。あ、もう分かった分かった。もうなんか一瞬で分かっちゃうね。なんだアリだ。ごめん、 BGM が合ってないぞ。なるほどね。こいつがボスか。助けてーって。みんな、アリのスコロリ持ってきて。お分かりいただけただろうか。女性の顔に重なるように女の霊が映っている。女性を介して現世に伝えたいことがあったようだ。みかんの白い部分は、すっごい栄養あるらしいよって、じいちゃんが言ってた気がする。曖昧じゃねえか。続きまして、めちゃくちゃお前やば、もう上出てくんな。お分かりいただけただろうか。足を掴んでいる腕ははっきりと見える。転ばせようとしているだけのお茶目な霊なのか、あたまた異界に引きずり込もうとしている怨霊なのか。お分かりいただけただろうか。続いてはこちらね。どこの庭園ですかってことですけど、ここでしょ。え、嬉しい、もっと遊びましょうって。もう一度。全然嬉しくねえよ。え、これ以外なんかあんの？顔でしょ、これ。これでしょ。なんでだよ。え、なにこれ。え、お父さん殴られた。お父さんって呼べば、この5万円いいよ。何言ってんの？どういうことだよ。あ、30年。
会社長数周年今この EC77 入力すると充電型式 SSR 車ドキャスターやがもらえる知らんわい早くお願い社長をダウンロードして報酬を受け取ってもうやべえなこのゲームすげえわ今のがダメだったらどこ押せばいいのあもう一個顔あるねこれこれだこれどっちでもいいだろこれお分かりいただけただろうか池の中でたくさんの人間の顔のようなものが見えるここに飛び込むと最後だろう決して飛び込んではならない池だお分かりいただけただろうか飛び込むやついねえだろプールだと思って飛び込むやついんのかあとこのゲームなんかシビアだな